チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今回は、はい、第2弾の企画ということで、やらかしちゃったっていうね。はい、やらかしちゃった事件簿を パロク。まだあるんですか。やっぱりね、人間生きてたらね、はい、やらかすでしょ。そうですか。誰でも。だってパート1で3つぐらい喋ってましたよ、やらかし。それやらかしてないっていうのはね、はい、鈍感なだけだよね、そういう人間は。私あんまこの人生やらかしたことないですよね。だからもうあれだよね、鈍感なんだよね。もしくは、はい、もう鈍感だから、うん、周りはムカついてるけど本人よくわかんない、言うてきてもちゅうみたいな感じじゃないですか。自分で気がついてないのかな。それ一番最悪っすよね。ほんと。私やらかしたことない、私失敗しないんでっていう。いや、しそうですけどね。任せれないですね、怖くて。手術、手術、あ、手術とかちょっと、こうなっちゃいそう。でもそんなに、あの、あれですよ、なんか生放送とかでもあまり震えたこととか、なんかパパパってなっちゃったこととかないんですよ。逆に見たことないわ、生放送。ユースフォトジュース今日は、いやいや、まずお前、そのまま落ち着け落ち着けみたいな。確かに、確かにいないですね。いない、そんなやつなせない。じゃあまず一つ目、はい、何でしょう。やらかしちゃった、はいはい、1イニングでブロッキングミス2回連続して、はい、だからワイルドピッチ2回になって、はい、即交代っていう。佐藤さんが、はい、1年目の時ですけど、僕1年目の時に、はい、あの忘れもしない2軍のまあ試合ですよ、はい、イースタンのね、うん、横浜ベイスターズの2軍の施設、はい、当時ね、はい、今は DeNA ですけど、はい、そこの施設で、まあ、2軍だって、はい、ピッチャーがね、吉田篤さんっていう、はい、今年から徳島インディゴソックスの監督になられた方がピッチャーだって、はい、でそれでカーブかなんかを、うん、その1回表です、だから、はい、僕その打つのは打ててたんで、はい、5番だったんですよ、うん、で1回表ロッテじゃないですか、はい、4番で終わって1回裏です、うん、そのランナーも出て、でその吉田篤さんのカーブを、はい、あの連チャンでワンバン止めれんくて、はい、パッて弾いて、はい、2回連続ワイルドピッチして、うん、で、まあ、その回終わりました、はい、2回の表、うん、僕からじゃないですか、はい、打席大出す。ってことはワイルドピッチお前もうやりすぎだぞっていうことで変えられちゃったってことですか。そう、人生で初っすよね。もうあのだって打席が、うん、いや怪我とかだったんですよ、うん、打席が回ってくる前にあのもう交代っす。うわつらー。それだって1回打たせてもらってから変えてもいいわけじゃないですか、うん、それさえもう打たせてもらえなかった。大打す。うわ5番っすよ、はい、だから打撃は評価されてるわけですよ、はい、で守備できなくて、はい、そっから、まあ、当時コーチの山中さんともう一回一から、うん、あの形から変えていこうって言って、はい、もうお願いしますって言って、はい、もう今までやってきたことを全部ゼロにして、はい、そこから構え方から、はい、もう一からフルモデルチェンジでやって、だからそれが1999年ですよ、はい、1年目だから、うん、やってやっと99、2001、2004年かけてやっと仕上がったですね、はい、その形が、はい、で2006年にゴールデングラブ賞を取れた時はめっちゃ嬉しかったですね、はい、それがあったんでね、もう反骨精神というか、まあ、そういうのがあった頃からこそ嬉しい。だからもう絶望に行って、うんはい、そっから、ね、この僕絶望に行った時が人間の分岐点やと思うんですけど、はい、ここでこんなはずじゃないと思うか、うん、自分はこんなもんなんやって思うかで分かれると思うんですよ。こんなはずじゃないっていう人って、はい、プロでも結構いますけど、はい、大体人のせいにするんですよ、うんうん、あのワンバン止められるわけねえよとか、はい、コーチが悪いとか、うん、監督が悪いとか、はい、チームが悪いとか、はい、大体人のせいにするんですけど、はい、僕その時はもうそれがもうこんなもんなんやっていう自分の実力を認めた上で、うん、でもここからどうするんやってなった時に、うん、山中さんに相談して、よしじゃあもう一回一から全部構え方変えようって言って、はい、構え方全部変えて、もう形から、はい、でそれで作り上げてきた4年かけて、うん、でもうそうなったからはもうブロッキングもスローイングも、うん、その何の不安もなく試合に臨めたし、はいうんまあ、多くの皆さんも分かってもらえたように、うん、パスボールは1000試合以上主張した中で歴代一番少ないわけじゃないですか、はい、19個っていうね、はい、でロッテファンの皆さん分かってると思うんですけど、うん、ワンパンもそんなに後ろ反らしたこと、うん、まあ反らすこともありますけど、はい、そんなに簡単にポロポロするような感じにはなんなかったわけですよ、うん、そっからですからね、うん、ってなった時にいや頑張ったらみんなできるっちって、うん、あとはどうやり方次第とこんなはずじゃないっていう思いを捨てろっていう、うんうん、っていうのを思うんですよ。だって教育リーグ1年目の教育リーグの
だから日本のオープン戦、はい、11回盗塁されて、はい、1回もさせなかったですからね。ドラフト2位ですよ、役指名で、はい、東の札崎って言われてたのね、自信持って言って、はい、11回させられて走られて1回もさせんくて、はい、1イニングでワンパン2回止めれんくて、はい、そっからのスタートっすよ、うん、プロで。さすがに里崎さんでもやっぱへこみました。めっちゃへこんだっす、うん、これはやばいと思ってますいやプロはミスしたらもうポジションなくなるから、うん、ライバルいっぱいいるから、はい、一度のミスが大きなね、うん、ミスになっちゃう可能性もあるわけですよね。だから結局今だから、うん、あれがあったから今あるなと思って笑いますけど、うんはい、当時はマジやばかったですやらかしたとかじゃないですよね、はい、もう首ぐらいのやらかしですからね。1年目からですからね、はい、いやでも今笑い話になるぐらいで良かったですね。いやでも死ぬほど努力しましたけどね、そこから、うんうん、だってフルモデルチェンジですから、はい、その形から、はい、今までだって僕8歳から野球始めてだから23歳の時だから、うん、いわば15年間やってきたことを全部やめてですよ、うんはい、勇気もいりますよね。今までやってたものを変えるっていう高松さん勇気いらないよ、はい、2回もやってんだからそんなんにお前誇示したらあかんで勇気いらへんで。いやでもだって今までやってきたものでドラフトにも入ってるわけじゃないですか。でもそれが通用せえへんわけやん。今回のそのワイルドピッチャーたまたまだなっつって。いやいやもうそれまでもボロボロしてるからね。あそうそうか、あってのこれだから、はい、いきなりじゃないか、はい、あってのこれだから、うん、もうだから最後通告だよね。そうですね、うん、だからでもそのメッセージを組んでそこから跳ね上がったのは本当に、うん、その代わりにもう死のうと努力したけど、うん、あの練習はもうできひんと思うけど、その当時だから僕と橋本がやってた練習の質量はそれ以来誰もこなせないって山中さんが言ってました、うん、それからもうやらそうとはするけど、うんはい、それをと同じ量質をそのクリアしたキャッチャーは一人もいないって言って、うん、あそうなんですね。だから今思ったけどあれは尋常じゃないって言ってた山中さんもでもそこについていったからまあそこがあるからまあよかったけど、うん、そうですね。でもこんなはずじゃないと思ってるやつは成長しないから、うん、あなんか聞いてたら私もねなんか失敗したことないと思ったら思い出したなんかあったですか。あとに取ってきますか。はい、はい、すごい。それがまず一つですね、はい、次はですね、はい、まあ、やらかしちゃったっていうか、はい、まあ、キャンプが入ったら、うん、やらかしちゃったなこのコーチって思う。なんか僕がやらかしたわけじゃないんですけど、あ、はい、まあ、やらかしちゃったなっていうね、はい、コーチ思うこと、はいはい、多分聞いたことあると思うんですけど、皆さんも、はい、キャンプとかで新人に向かってこの言葉を言ったらもうやらかしちゃったなって思うんですよ、はい、何かっていうと、そのやり方だとプロで通用せんな、へー、それじゃあプロで打たれへんぞとか、それじゃあプロでうまくできんなっていう新人に言うコーチが絶対いるんですよ。え、でも言いそう、言いそうでしょ、言いそう言いそう、これも最悪っす。へー、なんでですか。だってね、はい、よかったからプロ入ってきてるんですよね、はい、でも私プロでやってないんですよね、うんうん、分からんやんっていう。あ、まあ確かにそれあなたの価値観の話ですよねっていう、うん、仮にそのあなたが、はい、それじゃあ通用せえへんぞっていうやり方で結果出したらそれでいいわけですよねって、うんうんうん、でなんでまたプロに入ってきてキャンプなのにいきなり、うん、でまた要はまあ新人っていえばまだ仕上がってないわけじゃないですか、うん、それのいきなりでそれじゃあプロで通用せえへんぞって言って、はい、いやいや、まあそもそもじゃあそれを直したからって通用すんのかって話だね。あ、そうです。しかも何もやってないのに、うん、で僕のさっきのブロッキングの話したじゃないですか、はいはい、その時まで、うん、山中さんほぼ僕にいわばその事細かい注文とか直した方がいいぞっていうことは一つも言われてないんですよ。だから僕の自由にさせてくれてたわけですよ、はい、でやってで山中さんも言ってたんですよ、うん、いや通用したら俺はもう最初から絶対無理やなと思ってたと、うん、でもそれでアマチュアからやってきたっていうのもあるし、うん、プライドもあるやろと、うん、自信もあるやろと、うん、それいきなり入ってきて、うん、そんなああでもないこうでもない、それじゃプロで通用せえへんぞって言ったところで、うん、そしたら信頼関係築けんやんと、はい、でしかもそれでいけてたんやから、うん、なんでやねんと思うやん、うん、そうなったらそのどんなにいいこと言ってても聞き入れてくれない可能性があるから、うん、でもって言ったら俺はダメやと思うやり方で成功したらそれはそれでいいわけやって言って、はい、それは俺の認識不足でもあるし、うん、俺の勉強不足っていうところもあるから、はい、だからまず最初は見るって言って、うん、できなくなった時にどうするかが勝負やから、それを見守ってて、はい、で僕がダメになって助けを求めて、はい、そこからの大変化だから、うん、信頼度も高いじゃないですか。あ、そうですね。でそれをいきなりそれもプロ強せんでって言って、うん、何もやってんのに、うん、いやいやバカかお前って言って、それって本気で言ってるんですか、ね、本気で言ってるから怖いんだよ。もしかしたらその奮い立たせるために言ってるわけじゃないんですか。だって変えさせてるやん。あ、で変えさせちゃうんだ
こうしろああしろって言ってやってもらえるのよ、うん、これはもうねそれやらかしてるでしょ、はい、いやそうですね、これねキャンプ中もね、うん、怒るんですから、うん、あのちょ見てください誰が言うか、はい、見とそれ見とくのも面白いですよ、僕はもう好きじゃないんですよそれが、うんうん、やってもないのに、はい、強せえんかどうか分からへんやんみたいな、で1年やってから言うんだったらそうそうそういいかもしれないですね、5月と、まあ、1ヶ月、うん、2ヶ月ぐらい見て、はい、うんうん、本人が気づくじゃんね、はい、でどうすればいいですかね、うん、なってからスタートやと思うんですけど、うん、それが2年目3年目のやつだと話は変わる、はい、うん、ルーキーはあかん、確かにルーキーにそれやったら、うん、それで入ってきてるわけですからね、そうそう、そのままでやらして、うん、うまくいくかも分かんないんだから、うんうん、プロでやってないのに通用するかとかも、うん、未来分かんのかっていうね確かにそれはちょっと言っちゃダメですね、うん、それやっちゃってるでしょ、はい、やっちゃってます、うん、はい、で3つ目、はいはい、これはあのかなり焦った話なんですけど、はい、あの荷物出しっていうのがあるんですよね、はい、まあ、前回バット忘れたっていう荷物出しでね、はい、うん、ありましたね、あの見てない方は見てください、うん、動画でね、はい、あの荷物出し、うん、本拠地から遠征先に行く荷物出しもあれば、はい、うん、遠征先から本拠地に帰ってくる荷物出しもありますよね、ってなってくるとナイターで終わって、うん、次の日が移動場だった場合は、はい、もうナイター終わった時に荷物出しするんですよ、もういらない道具は荷物出して運んでもらうっていう、で自分が持ってるのはもう私物だけっていう時に、財布を野球のバッグの中に入れたまま荷物出ししちゃって、次の日財布がないっていうことに気づいて、あれ財布ない、あっ荷物出ししちゃったしみたいな、でもあの羽田着いてから帰らなきゃいけないじゃん、お金ないっちって、でもお金借りるの嫌なんだけど、はい、でもすぐ帰れないから、はい、あの小林正秀さんに、うん、ちょ、まさやん財布荷物出ししちゃって、はい、で次の日休みだったから、うん、休みも過ごさなきゃいけないわけじゃないですか、はい、あの2万円でいいから貸してっちゃったお金を借りる次で、うん、火曜日即返しに行ったし、あ、まあもうお金を返せばいいですけどねでもめっちゃ焦った、財布荷物出ししたと思って、はい、いやでもお財布ないと本当に人って何もできなくなりますよね、はあ、しかも次の日休みだからねそうですね、まあ確かに次の日試合とかだったらまあまあ、でも羽田から帰らなきゃいけないから、はい、あ、そうまあでも皆さんお財布にたくさんお札入ってる方はいっぱいいるじゃないですか、で借りて2万円、はい、危ないと、あともう一個は、はい、その忘れた話、はい、荷物出しに荷物入れて、はい、で次の日、うん、さあスーツに着替えて帰ろうと思ったら、はい、パンツがないってなんで荷物出ししてて全部パンツも入れちゃったんだ、うん、はい、俺はもうあの遠征は遠征用の服っていうのをスーツケースの中に入れるから、はい、もうそれは家とかにも持って帰らないし、はい、遠征の中だけでやるのだって、はい、でそのそこに、はい、履かなきゃいけないパンツも入れちゃって、はい、うん、あのパンツがないっていう、ノーパン仕方ないよ、ノーパンで行くしかないとはもうスーツにノーパンでももともと履いてたパンツはだからその荷物に入れちゃって、だから外に置いとかなきゃいけないのに、あ、野球の時でパンツ履いてないのか、そうそうそう、あの、あ、そうだ、あれじゃん、あ、なんていうの、スパッツ、スパッツだから、はい、そっか、みんなノーパンでプレーしてんですよね、うん、うん、そうだ、だからもうなくて、で、あの、はい、その時も荷物出しはデーゲームだったから、はい、デーゲームの時は試合行く前に荷物出しするんですよ、はい、うんうん、はい、でもう荷物引き取ってもらって、はい、試合から帰ってきた時は、はい、もう着てるやつ脱いで、うん、で自分の私物のやつだけを着て帰るっていう形だから、はい、もうあの入れてるスーツケースはもう荷物出ししちゃってて、はい、なくて、うん、で球場から帰ってきたユニフォームとスパッツじゃんね、はい、でそれ脱ぐしかないじゃん、はい、そんなびちょびちょのやつ、さすがにそれ履いてスーツ無理じゃん、で脱いでスーツに着替えようと思ったらパンツがないっていうあれ、でも入れてたのにみたいな、うん、それやる選手多くそうじゃないですか、うん、ノーパンノーパンあれよ、だから荷物出し本当注意だね、そうです、ね、知らず知らずのうち出しちゃったらもう何もないみたいな感じになるから、うん、はい、でもまあ別にそこはね迷惑かけてないからね、はい、誰も見えないしね、うん、スーツ着てるから、はい、誰もわかんないです、言わなければ、だってやらかしある、他もそうなんですか、やらかしですか、本当、うん、真面目な失敗言っていいですか、はい、真面目な失敗は入社2年目の時に、はい、ラジオであのインタビューをする仕事があったんですよ、はい、生中継でインタビュー で、はい、で同じ番組の中で3回インタビューを、はい、するところがあるんですよ、うん、で全部違う人、うん、場所も違うし、うん、で1回目と3回目のインタビューする人がめちゃくちゃ名前が似てたんですよ、うん、早川さんと何だったかな、早なんとかさんの本当に似てて、うん、でもどっちどっちか分かんなくなっちゃって、
多分早崎さんとかに1回目の人と混ざって、うん、早川さんは何とかなんですかとか言ってて、うん、で本人もいや何とかですって言ってくれればいいんですけど、うん、若い女性で言えなくて、うん、もう私違いますとか言わなくて、うん、もう本当名前を間違ったまま生放送しちゃってたんですよ、うん、で帰ってからもうディレクターにもうお前はアナウンサーをやる資格がないとかもうすごい言われて、うん、もう号泣してでもうわーってなってで本当に落ち込んだんですよ、うん、でもまあやるしかないので、うん、そっから一度も名前は間違えなくなりました。あの失敗してやっぱり人って成長するんですね。そうですね、はい、まあ、名前間違えないのは基本中の基本ですけどね。でも謝りに行かなかったんですか？あ、電話しました、うん、もうあのその人にすいません私本当に名前間違えて呼んじゃってましたよねすいませんって言って電話して、うん、あ、いいんですいいんですって言って言われましたけどもう落ち込みました本当に。俺だって言うけどね、田崎ですって。で、そう、言ってくれればごめんなさいってなったんですけど本人もあれだったんで言わなかったんでもう間違えたままで。それもきついですね。いやもうそう、もうアナウンサーやる資格ないって言われて。まあでも言われますよね。はい、もう本当にってなりましたもん。いやでもそれがあって、うん、もう人の名前って絶対に間違えちゃいけないってなるんですよ、うんうんうん、もう一回間違えたことないです、そっからは。そうなんですか。はい、名前知ってんすか？金城さん。当たりですか？当たりです。あ、ほら知らなかったんでしょう。はい、だって、はい、あのえ、何ですか？だってヤックンだもん。あの、全然ヤックンって関わりないのにヤックンって呼んでるから。ちゃんと名前を覚えます。でももう東京来てからは失敗一回もしてないですよ。そうなんですか？うん、はい、失敗しないんで。